しかして大事なお話中だった？そんなことはない。何の用だ？みんながお腹いっぱいになったのを見て、さっきフータオが店員さんに食後の点心を出してもらったんだ。でもあなたたち全然帰ってこないでしょ。それにパイモンがちょっとパニックになってて天心が甘いのかしょっぱいのかもわからなくなってるんだ。Ach, sie ist immer noch am Essen, also geht's ihr gut. Hantou wa ne? Chotto shinpai de, anata tachi no yousu o mi ni kita no. Shou sennin, sukoshi otsutsukanai yousu datta kara, koko no tabemono ga awanakatta n janai ka to omotta n da. Sore de, boujou ryokan ni modotte, genshou ni ryouri o tsukutte morao to shita no kana tte. Sonna koto wa nai.イラの心配をかけたな。シャオ、nicht einfach jetzt davonlaufen。そのようなことは。ならば、そろそろ戻るとしよう。あ、ちょっと待って。実は、私が二人を探しに来たのはね、別の用事もあったからなんだ。ほら、これ。特別に二人のために持ってきたの。これは、杏仁豆腐。そうだよ。前回の料理王決定戦以降、私と元将は好敵手であり友達にもなったからね。時々防寿旅館に行って彼と料理について話し合ってるんだ。その時に旅館の最上階にいる客人は元将の作る杏仁豆腐が一番好きだって聞いたの。それで教えてもらったんだ。実はね、今回フータオがみんなを招待する前にこっそり私のところに来て誰を呼ぶのか教えてくれたの。で、どんな料理を注文すればいいのか相談されたんだ。だから前もって杏仁豆腐をいくつか作っておいてあなたたちに渡そうと思ってたってわけ。いつもお世話になってるお礼にね、二人に用意するって知ったグオパーも熱心に走り回ってかなり手伝ってくれたんだよ。Ja, danke schön, Xiangling und Goba, für die Aufmerksamkeit. Schau. Danke. Und dann...現象のと口当たりと味が違うかもしれないんだ。だからもし何かアドバイスがあったら絶対に教えてね。ああ、よろしくね。さてと、そろそろ戻ろっか。じゃないとパイモンが待ちくたびれちゃうだろうしね。Na dann wieder rein in die gute warme Stube.Wir sind ziemlich schnell zurück. Palma, deine Vorstellung von Zeit ist einfach falsch. みんな雑談しかしてないし、これといって何もなかったからね。外で話していようが、部屋の中で話そうが、別に同じだったよ。あ、なるほど、ist schon großen Glück, dich Palma, da könntest du noch was lernen. ふん、オイラは食べるのに忙しいからな。お前の相手なんかしてる暇ないぞ。Beleidigte Leberwurst. 知り合い同士ではあるけど、せっかくのお祭りの食事会だし、儀式的なことも少しやっておこっか。お、もしかして何か特有の習わしでもあるの？ないよ。でも縁起が良くなるように私がたった今作った、思い立ったが吉日、
さあ、まずは卓の上にあるコーラを使おう。おっと、ずいぶん長いこと火がついてたし、お香もつきかけてるね。じゃあここは一番身分の尊いお客さんに次のお香を焚いてもらおうかな。聖セール天、新たな年の繁栄を願い、日々前へと進んでいけるようにね。なるほど、いい願いだね。さすがフータオなら、この場で一番身分の尊いお客さんは、うん、きっと格系の勝利先生だよね。僕は勝利先生の功績とかやってきたことに詳しくはないけど、さっき話した感じ、彼の見識と造形の深さはこの世界を渡り歩いてきた銀融詩人の僕でもあっと驚くものだった。もし知識が力となるのなら、勝利先生の力は果てしなく強大なものだろうね。話のレベルで言えば、やはり偉大な詩人の方が上だろう。俺はただ記憶力がいいだけに過ぎない。こんな何の変哲もない能力をこうも立派に語れるとは、その弁舌には脱帽する。そもそも誰が推薦してもいいのなら、うんうん、俺はやはり同志こそが香を焚くのに適任だと思う。もうダメだよ、それは上司に対する無駄なごますりだから。それにお客さんにやってもらうって話でしょ。主催者の私は選択肢に入らないよ。そうだ、美味しい料理をたくさん食べられたし、ここはこの場に唯一いる料理人のシャンリンにやってもらうのがいいんじゃない。え、そうなの？でも今日の料理は私が作ったものじゃないよ。そんなの関係ないって。ほら、シャンリンは仙人の弟子で、かまどの魔人と行動を共にする仲間、それに月酔い祭の料理王決定戦の優勝者でしょ。しかもかの有名な料理屋万民堂唯一の後継者であり、この同志である私の古い友人の一人でもある。これでも足りないっていうの？あり、なんか称号がだんだん尻すぼみしていってるような。え、じゃあちょっとやめてよ、なんだか恥ずかしくなってきちゃう。それならリーウェ校で最大の紹介の一つ、機運紹介の次男坊の方が尊い身分なんじゃない？ Wie sie sich alle drücken wollen, ne? いきなり僕を巻き込まないでくれよ。おお、それもいいね。紹介の坊ちゃまがお香を焚いてくれたら、みんな新しい一年は大儲け間違いなしだよ。はあ、そんなわけないだろ。それに儲けることも確かにいいが、体の健康や万事順調であることの方がもっと大事だ。だからここは邪気払いを得意とする超運奉仕にやってもらって、家内安全を願うのはどうだろうか。え、まさか僕にまで飛び火するとは。ここには高魔耐性がいるんだ。どう考えても僕にお鉢が回ってくるのは筋違いじゃないか。身分の序列で言えば、ここに仙人は高魔耐性一人しかいない。なら絶対に断る。我はここで最も身分の尊いものではない。絶対にな。 So, jetzt haben wir alle durch. Jetzt kommen wir als letztes, denke ich mal, ne? ここにいる者の洞察力なら、きっともう分かってるはずだ。うん。ここにいる皆と縁を持つ者が一人いるとな。Alter, die Gesichter, ey. Wie Xiong Yun doch eine Weile gebraucht hat. So, da so! お前っていっつもオイラのことをからかうけど、確かに人付き合いはかなりいいよな。ここのみんなとも知り合いだし。な、まずい。さっきお前の相手なんかしないって言ったばっかだったのに。Ah, ich bin aber nicht die einzige gut vernetzte Person hier. あれ？まだ他にもいたか？ Schau in den Spiegel und du wirst sehen. て、お前は、オイラがここで一番尊いお客さんだっていうのか？急にそんなこと言うなよ。イヒヒヒ。うん、僕は賛成だよ。なかなかいい人選なんじゃないかな。共に歩む仲間がいなかったら、
長い旅は果てのない孤独なものになってしまう。冗談を言い合ったり、一緒に騒いだりできる友達がいれば、あらゆる景色は色づく。ああ。旅人は諸国を旅し、素晴らしい功績をいくつも残した。しかし、パイモンがいなければ、その物語は単調なものになっていただろう。お前の旅が平穏で順調であったのも、パイモンの存在が大きい。いきなりそんな褒められるなんて、おいらなんだか慣れてないぞ。その、みんな本気なんだよな。Aber natürlich, Palmer, du bist die allerbeste Reisegefährtin, die man sich jemals vorstellen könnte. Arigato na. Sakki wa oira no koto wa zutto matasetta kedo, mou okotte nai zo. Paimon, sou kini suru koto wa nai sa. Yūjin doushi nara kenka wo suru koto mo touzen aru. Ah, tasuka ni sou da na. Tsumari, tabibito ni totte no Paimon wa私にとってのグーパーと同じで、すごく大切な存在だってことだよね。うんうん。じゃあ、みんなパイモンで問題なさそうだね。はあ。我も旅人の選択に異論はない。じゃあ、これで決まりだね。ではでは、世界で一番すごい旅人の最高の仲間であり、ガイド兼親友のパイモンに、みんなのため、お香を焚いてもらおう。さあパイモン、マッチをしっかり持って手をやけどしないようにね。 Inmitten des Gelächters und des Applauses aller entzündet Paimon den Weihrauch. In entspannter Atmosphäre habt ihr euch bei Tee von Herz zu Herz bis spät in die Nacht unterhalten. Alle sind mit Essen und Tee vollgestopft und das Bankett neigt sich allmählich seinem Ende zu. Es ist Zeit, sich zu verabschieden. このままみんなを引き止めておくわけにもいかないよね。そろそろお開きにしよっか。Ja, das Essen und das Teegebäck waren sehr köstlich. Danke für deine Gastfreundschaft, Tutao. だな。お茶もいい香りだったぞ。私たちの間にそんなお世辞はいらないって。次また私がおごるときに付き合ってくれたら、それでいいから。お、もうすっかり暗いね。夜道は少し危ないから。私はシャンリンとユクアキボッチャマ、あとチョーンを送ってくるよ。残りのお客さんは勝利さんにお願いするね。ああ、僕は平気だから気にしないで。これから海へ行くんだ。船の上にいる友達に会ってくるから、勝利先生に手間はかけさせないよ。君なら僕の行ってる場所がどこなのかわかるでしょ。もし時間があったら僕を探しに来てね。よ、まあまあ。みんなと知り合えてよかったよ。春風がなびく頃、また会おう。もちろん。また機会があったら一緒に詩を書こうね。さて、じゃあ私たちも行くよ。バイバイ。ああ、そうだ。勝利さん、後で往生堂に戻ってきてね。頼みたい用事がまだあるんだ。ああ、承知した。同志も気をつけてくれ。では、次は。テイ君、勝利でいい。今の俺はリーユエ校で一人の人間として生きている。民衆の中にいるしがない存在に過ぎない。日が昇ったら働き、そして日が沈んだら休む。身分で言えば勝利というただの凡人は、高魔体制を敬い仙人様と呼ぶべきだろう。そんな滅相もない。Adept, ciao. Lass uns jetzt mit den Witzen aufhören. これは何も冗談じゃないんだがな。今年の怪盗音楽祭の期間中、お前たちは歌人同一神君、それから流文釈風神君と交流したと聞く。きっとまた過去のことをたくさん知っただろう。同じことでも別のものが見れば違う様相を見せる。記録するものが増えれば、同じ物語でもまた別の思いと姿が伝わる。以前ソライヤーというスメールの学者と
古今について語り合ったことがあってな。故に彼女が研究している課題も多少は把握しているのだが、彼女が見つけた証拠とそこから得た推論を見るに、彼女が研究している内容はすでに事実に近い。ただ人も魔人も多面性のある生き物だ。人間の文化に根付く伝説には、高きところに座す尊いものや心優しい魔人が数多くいる。だが俺や歌人同一神君、竜宮釈風神君、それから将や関羽のようなものにとって、そういった属性離れした仙人や神は身近な存在であり、他愛のない話を共に楽しめる仲間でもある。今この時の光景はあの時と同じものだ。民衆にとって将は親しみにくい存在であっても、旅人からすれば違う。つまり一部のことについてはそう気にする必要はないということだ。て、勝利様が伝えたいことは。その様子だと大まかではあるが理解したようだな。さて、同志から皆を送るように言われているが、お前たちの実力であれば俺の同伴など必要ないだろう。ちょうど夜景が美しい頃合いだ。俺も少し歩きたい。しばし歩いた後、同志のところには顔を出そう。うん、では先に失礼する。いずれまた会おう。よー、bis bald denn。勝利、またな。みんな行っちゃったな。こういう賑やかな雰囲気が終わると、いつも心にぽっかり穴が開いたような寂しい感じがするよな。でもお前が一緒にいてくれるからよかったぞ。あ、いやいや、一番尊いガイドのパイモンはずーっと旅人のそばにいてやるぞ。やん、welch eine Ehre。ふん、わかってるならいいんだ。シャア、これからどうするつもりだ。オイラたちと一緒にビーユエコーを見て回るか。いや、ここで過ごす時間は我が想定したものをとうに超えている。町の灯火も悪くはないが、そろそろ帰らねば。今回は急なことではあったが、世話になった。Ja, der muss wahrscheinlich erstmal wieder seine Batterie aufladen. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Du musst mir nicht jedes Mal tanken. Ah. Dewa. Mata isre. Und weg ist er. So. Aber ich glaube, wir sind noch nicht ganz durch, oder? Wendy hat doch noch irgendwas, also scheinbar sind wir durch, aber Wendy hat noch irgendwas davon gequatscht, dass wir ihn treffen können. Irgendwo am Hafen, und dass wir wissen würden, wo. Ich habe keine Ahnung, was er meint. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob ich ihn hier irgendwo sehe. Auf dem Schiff hat er auch, glaube ich, geredet davon, ne? Dass er irgendwo auf dem Schiff ist und sich mit jemandem trifft. Oh. Erstmal ins Wasser fallen. Aber keine Ahnung, wo. Ich gucke jetzt nochmal unten am Hafen kurz. Wenn ich ihn da nicht finde, ja, dann muss er da alleine warten. Mit so schlechten Ortsanweisungen kann ich dann leider auch nichts anfangen. Also hier ist er schon mal nicht. Gucken wir einmal hier drüben nochmal. Da liegt ein Schiff am Anker, aber ich glaube, da ist er auch nicht drauf. Nö. Kein Wendy da. Da hinten haben wir noch eins. Und das ist natürlich da drüben, aber ich glaube nicht. Aber da kommen wir auch mal rüber. Warte mal, da ist, glaube ich, der uns hier rüber schippert, ist, glaube ich, hier vorne irgendwo, ne? War das nicht hier immer? Oder da drüben? Nee, auch nicht.
Irgendein PC hatten wir hier, der hat uns immer rüber gefahren, wenn was war. Aber weit und breit kein Wind, die zu sehen. Naja, gut. Dann würde ich sagen, war es das wieder mal fürs Erste. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Laternenritual wieder und natürlich noch besser beim nächsten Stream oder bei der nächsten Folge, je nachdem wo und wann ihr das schaut. Und dann würde ich sagen, nehmen wir da Alisas kleine Ausflugsquest näher in Augenschein. Da geht es dann wieder zurück nach Sumeru, wenn ich mich nicht irre. Habe ich die Verfolgung jetzt an oder ausgestellt? Ich habe sie wieder ausgestellt, ich Intelligenzbolzen. Da geht es, glaube ich, mitten in die Stadt von Sumeru wieder. Nein, das ist wieder was komplett anderes. Hä? Wo ist die Quest denn? Doch, das hier unten, ja. So. Da geht's mitten in die Stadt von Sumeru rein. Soweit ich mitgekriegt habe, ist die Quest, wie gesagt, auch vertont. Von daher werde ich die auch im Stream dann spielen, damit wir uns das schöne Outfit von ihr krallen können. Und ja, würde ich sagen, verabschiede ich mich für den Moment. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Tschüss.